皆さんこんにちは、柔道選手の中村です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今日は、腰のストレッチをお伝えしていきたいと思います。今までも腰のストレッチはお伝えしてきたんですけども、今回は特に腰の下部の、多裂筋というですね、この骨同士の間にある筋肉なんですけども、腰の安定性に、寄与してくれている筋肉になります。今回はそちらの細かい筋肉にかけて、ストレッチを加えていきながら、腰痛の防止に、向けてストレッチの方をお伝えしていきたいと思います。それでは始めていきます。はい、それでは始めていきます。まずベッドの上に上向きで寝ていただきます。今までの、背中腰のストレッチはこのまま両膝を立てた状態で、こう左右に倒すようなこういう動きをしていました。今回は腰でも下の方を狙いたいので、まず、両膝をお腹の方に抱えていきながら、こういう風に両手で持ちます。でこのままお尻が少し浮くようなところまで持っていきましたら、この状態でまず右に倒していきます。左にも倒していきます。こうしますと今、左右とも伸びている感覚がありますので、もしできる方は右に倒した状態で20秒から30秒キープしていただいて、伸びたなっていう感じがありましたら今度左に倒した状態で同じように20秒から30秒やってみてください。はい、今ストレッチが終わりました。特に腰の下の方が今伸びている感覚があります。特に最初の両膝を立ててこう倒した後に背中は伸びるんですけども、いまいち下がなんか残ってるなとか、そういう感覚がある方は今みたいなストレッチをやっていただきますと、かなり下の方も伸びてきて結構楽になってきますので、ぜひ、トライしてみてください。以上です。